皆さんこんにちは、小場翔です。ゆうきです。原田です。はい、今回はですね、はい、まあ、大学に進学するときに、うん、まあ、地方から出てきて一人暮らしをする、まあ、もしくは、まあ、うん、家から出てね一人暮らしをするか、実家から通うのがいいか、うん、まあ、ちょっとねバトルをしてみようと思いますね。はい、はい、まあ、バトルで言ってもバトルじゃないんですけれども以前ですね、その地方からこう上京というかね、うん、してきた人の話を聞きたいというリクエストがありましたが、うん、まあ、それだけちょっと話してもつまらないので、やっぱり実家から通う良さ、もしくは一人暮らしをする良さ、うん、それぞれちょっと話してみたいと思います、うん、それぞれプロフィールで言うと、まず原田くんは基本実家から通っていて、はい、伊藤くんはまあ関西からなので、ね、はい、一人暮らしでもう、5年ぐらい、5年目ですね、5年目ということで、はい、僕はですね、実は実家からも通っていたし、ちょっとだけ一人暮らしもしたことがあるということで、うん、まあ、1年半ぐらいですかね、はい、なのでまあちょっと僕はハーフ&ハーフみたいな感じで、まあ、皆さんの意見の中立の立場にいると思うんですけど、はい、まずやっぱ一人暮らし、大学生といえば一人暮らしのイメージあると思うんですけど、うんうん、伊藤君、一人暮らしして良かったなってポイントをまず教えてもらえますか。良かったなっていうポイントはもう何でしょう、時間を気にしなくていいところですかね。はい、逆に、はい、なんかもう一人暮らしをしたせいで、はい、いろいろこう悪い部分もあると思うんですよ。はい、なんかありますか。ご飯ですかね。ご飯、はい、特になんか病気になった時とか、うん、あー、あー、なるほどね。熱出て寝込んだ時とかは、うんうん、ご飯がないじゃないですか、うん、でどうしようかなっていうのは結構困りましたね。確かにね、はい、僕もね経験があるんですけれども、うん、一人暮らしをしている時にノロウイルスにかかったんですね。で、まあ、普通に風邪もひいたことあるんですけど、まあ、はい、言ったら風邪はさ、まあまあ寝ててね、うん、まあ、とかこう市販の薬とか飲んでれば、まあ、ある程度どうにかなったりするけど、うんうん、ノロウイルスは辛すぎて、で結局ですね、僕親が来てくれたんですよ。ね、ただ僕の場合、まあ、東京に一人暮らししてますけど、はい、親、まあ、実家ですね、まあ、埼玉なんで、はい、まあ、来られるんですよ、そうです、1時間ぐらい、はい、だからそんなにですね、まあ、こう親に迷惑、まあ、かけましたけど、はい、まあ、親としてもね、わざわざって感じじゃないけど、やっぱ地方からとなると、うん、いないもんね。そうですね、ただその分なんでしょう、うん、家の近くにも徒歩 2,3 分圏内めっちゃ友達いたんですよ、うんうんうん、で熱出たらなんかポカリ持ってきてくれるとかヨーグルト持ってきてくれるみたいなのを、なんかお互いなんでしょう、友情みたいなのが出来上がって大事だよね、はい、うん、でなんかまあか、ね、風邪出たなったわって言ったら僕も行くし、うんうんうん、風邪ひいた時は来てくれたりとかっていうのはしてましたね。でもね、多分大事で、逆にそういう友達がいないと大変だよね。そうですね、だ友達作りが大事です、はい、というのはまずある。一方で、はい、やっぱ実家ですよ、はい、ね、実家も良さとまあデメリットあると思うんですけど、はい、やっぱり実家の良さといえば何ですか。そうですね、やっぱり家に何でもあるっていうのがやっぱり大事ですよね。そうだよね、確かに。そうなんですよ、認識し、やっぱり日頃できてないんですけど、家帰ったら当たり前にコーラがあったりとかポカリスエットあったりとか、でまあバイト終わってまあその例えばバイトの仲間とご飯食べようと思ってたけど、うん、食べれなかったと、なんか都合があって食べれなかったという時に、うん、家帰ったらまあなんかあったりとかご飯あったりとか、うん、そういうところはやっぱりすごいありがたいですね。めちゃめちゃね、それ分かりますね、うん、僕ん家はコーラはなかったから、うん、僕ん家の方がコーラありそうですけど僕ん家はなかったけど、でもやっぱり家に帰ればね、洗濯してもらえるとか、うん、まあ食事もね頼めば作ってもらえるとか、うん、それこそ、うん、朝ご飯出ませんか皆さん、視聴者の皆さんも、うん、実家の方ね、一人暮らしになったら食べないでしょ。そうですね、ね、っていうのもやっぱ健康面でも良かったりしますから、はい、確かに、やはり実家のいい面っていうのはあると思うんですけど、うん、はい、逆にちょっと実家の悪い面、やっぱりその時間の融通っていうところです。別にね、親に何か言われるわけじゃないんですけど、例えば夜遅く帰ってきて、うん、まあそうすると、まあ帰るじゃないですか。うんうん、で、家入ると、ちょっと親起きちゃったりとか、そういうところのやっぱ融通のなさっていうのは、まあある意味迷惑かけて申し訳ないなっていうところがありますね。うん、なんでそういうところはちょっと一人暮らしの方はすごい羨ましいなって思います。うん、あと、一人暮らしじゃないと、はい、場所が選べないじゃないですか。そうですね、そうすると比較的通学時間とかがかかったりすると思うんですけど、うん、ね、原田くんは大体どのぐらいこう片道大学すごいですよ、うん、僕なんか家の立地がそもそもそんなに良くなくて、うんうん、最寄り駅からもう坂なんですよ、2キロぐらい坂があってそれをもう本当に片道20分とか25分とか歩くんですよ。チャリで行かないの？それは僕坂なんで帰りがきつくなっちゃうんですよ、ね、なるほどね。でなんか電チャリ買うのもあれだしなと思って、僕
はもう中学生の時とかもずっと歩きで、それがもう身に付いちゃって、今でも毎日25分ぐらい歩くんですけど。すごく大変やな。はい。っていうのがあるので、まあそのまず25分ぐらいかかるじゃないですか。うん、で、僕の大学の学部が、あの、八王子の田舎の方なんで、そうだね。そうなんですよ。で、1時間半、まあ1時間ちょいぐらい電車乗るんですね。で、そっからバスなんですよ。で、バスも、まあ単純に考えれば15分ぐらい着くんですけど、うん、まあやっぱり並ぶじゃないですか。まあみんな一元集中したりとかするんで、それを考えるとまあ30分ぐらいかかるんですよ。なんで2時間以上片道でかかるんで、まあそこはすごい不便だなって思いますね。ね、はい、僕もですね、実家がまあ埼玉の浦和ら辺だってことはまあ公言してるんですけど、はい、まあ、一番辛かったのはやっぱり駒場キャンパスに行くときですね。はい、あの、まあ最寄りの駅まで僕はですね、自転車で、はい、まあ、10分から15分ぐらいで行けたんですけれども、うん、まあ、そこから電車もね、うん、あ、いいんですけど、やっぱりね、あの浦和とかから行くとですね、はい、混むんですね、電車が。めちゃくちゃ。まず、あの赤羽に到着、うん、あの越境してですね、東京都に入るのにね、相当まず混んで、で、まあ、渋谷まで行かないといけないので、うん、まあ、赤羽からまた埼京線なんですけれども、うん、まあ、埼京線で、どん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 行くのも、めちゃくちゃ混むわけですね。うん、まあ、一般的に、やっぱ赤羽、池袋、赤羽、新宿間あたり、あの辺はクソ混むので、うん、まあ、大変で、うん、で、渋谷に着いたら終わりじゃないんですよ。そこからあの京王井の頭線に乗り換えるんですけど、井の頭線のホームと埼京線のホーム真逆なんですね。あ、はい、だからそこ駅内が乗り換えだけで下手すると10分かかっても全然おかしくない。あ、そうなんですね、っていうレベルで、で2駅井の頭線乗って東大着くと、うん、まあ、着いちゃえば目の前が校門なんですけども、うんうん、結局ですね、ドアトゥードアで1時間半以上かかってしまう、うん、あ、うん、特にあの満員電車だったりすると乗り切れなかったりとか、うん、あとはやっぱり朝なんで埼京線が遅延が出たりとか、うん、そういったものでね、あのすごいこうロスするんですよ。あとは新宿まで行けたんだけど新宿止まりでしたみたいな、うん、でちょっとあの運転見合わせですとか言うと、じゃあ山手線に乗り換えだとかっていうのになると、もう結構頑張って朝起きてんのに、うん、一元に物理的に間に合わなくて、ね、めちゃくちゃムカつくんですよ。それはあります。めちゃめちゃムカつくっていうのはあって、やっぱり実家だと、まあ、本当に大学の近くに住んでる人はめちゃくちゃいいと思うんだけど、うんうん、大抵の人ってちょっと、まあ、実家があるところから大学まで距離があるパターンの人が多いと思うので、うん、そこの部分は確かにデメリットあるかなというふうに思うんですけど、はい、どうですか、学校の近くに住むでしょ、はい、うん、なんか学校の遠くに一人ぐらい住む人っています？いや、僕の友達にはあんまりいなかったかもしれないですね。そうだよね、基本的には大学生の一人暮らしは近くに住むと思うんだけど、うん、はい、やっぱり近いといいことって、その通勤時間が短い以外にもありますか、うん、なんかもうストレスがないんですよね。歩いて5分とかできるんで、うん、いいね、はい、なんかもう一限9時だと8時半とかに起きて15分ぐらいで準備して、うん、大学生だで、けどまあ一限にちゃんと行くと、はいはいはい、みたいな生活ができちゃうんで、そこはすごいいいかなって思いますね。そうだよね。いや、大学生って感じだよね、うん、そこはね。あとは何でしょう、うん、忘れ物しても取りに行かれるんですよ。あ、すげえな、それ。ああ、昼休みとかにね。そう、すごい。レポートとかでどうしても出さなきゃいけないとか、うん、せっかくやったから出したいレポートってあるじゃないですか。うんうん、ただ、家に忘れちゃうこととかたまにあったんですけども、まあ、昼休みやったりとか、まあ、ちょっと遅刻して10分の休みで帰って、ちょっと遅刻して行くとか、うん、できちゃうのがすごいいいかなっていうふうに思いますね。うん、確かに僕はね、そのレポートとかを忘れるのが怖すぎて、うん、全部大学に置いてました。あ、そうなんですね、はい、あの今はなんかクラウドとかでこう、うんうんうん、ネットに上げとくとかあるんだけど、はい、当時そういうのはなかったんですけど、はい、まあ、ちょっと頑張ってネット上に置いとくようにして、はい、自分のヤフーメール僕とヤフーメールと G メール使ってたんだけど、はい、自分のヤフーメールから自分の G メールにレポートが終わったらレポート送っといて添付ファイルで、はい、そしたら大学で印刷できるようになって、必ずそういう風にしないと忘れた時のダメージがでかすぎて、そうっていうのと、あと教科書もやっぱ忘れたら困るから、うん、なんか大学に、ね、ロッカーがあったんですよ。あ、いいですね。なんかね、体育のためのロッカーがあったんですけど、そこに教科書全部入れててやってたんですけど、ただそのロッカーがその授業の場所から遠いんですよ、うん、だからもういいや教科書ってなっちゃってましたね、うん、手ぶらで授業行ったあんまり褒められた話じゃないんだけど、やっぱりだから遠いことによるデメリットっていろいろあるよね。ありますね、うん、逆にやっぱり一人暮らしで、まあ、風邪もそうだけど、はい、やっぱりその自分の身の回りのことを自分でやんなきゃいけないっていうことって、どんぐらいデメリットってあります？僕が一番めんどくさいなと思うのは、アマゾンとか届くときですね。ああ、家にいないから。そうなんですよ。で、結構日中ずっと出たりして、うん、取れない。で、次の日も取れない、取れないっていうのが続くと、うん、
すごい面倒くさくて、でこの日まで寝るのにこの日まで取れなかったらどうしようみたいなのがありますね。なるほどね、なるほどね。まあ結構いいマンションに住めればね、うん、あの確かにボックスついてるんだけどもなかなか学生さんだとね、はい、そういうところは難しいって場合もあるから、うん、そういうところもあると思うし、洗濯とかはどうですか？洗濯はなんか結構やりやすと楽しいなって思う。あ、やりやす楽しい、はい、へえ、じゃ結構嫌じゃない？嫌なんですけど、うん、嫌な動いちゃうと結構気持ちよくなります。へえ、そうなの、はい、それも伊藤君ならではではないけどでもやっぱりね、あの必ずいるんですよ。あの皆さんも気をつけてほしいんですけど、うん、大学1年生の4月、服臭いやついますよ、うん、いるでしょ。一人暮らししたてで洗濯ちゃんとできてるんで、生乾きのやついませんでした？生乾き、どうなんすかね。いない？まあ、いないっすね。見なかったです。いないか。ちょうどさ、はい、4月5月って梅雨だったりとかして、はい、そのちゃんと乾かせてなくて、うん、ちょっとお前そのシャツ若干臭くねみたいな。でもやっぱりそれ思うのが、うん、なんかやっぱり自分の母親、まあ、だけなんか分かんないですけど、うん、母親の洗濯ってやっぱ完璧なんだなって認識するんですよね。で一人暮らしの子の行ったりすると、えこれで大丈夫なのみたいな、衣服それで大丈夫みたいなのが結構あったりするんで、改めてそういう時に母親の偉大さを感じますね。そうめちゃめちゃ分かる。だ僕も一人暮らしした時に洗濯して、うん、あこんなに大変なんだって分かったし、うん、そのやっぱ大学1年生の時に、うん、僕の周りはいたんですよ、生乾きやろうが、うん、まだその洗濯したてだからよう分からんみたいなこと言ってる関西人の友達がいていや関西の人が悪いわけじゃないよ、関西関係ないですね、たまたま関西の友達がいて、はい、でなんか生乾きやねんとか言って、うん、臭いのよそいつが着てる服が、うん、でお前が臭くないみたいなこと言ってて、洗濯のやり方分からんみたいなこと言ってて、うん、でやっぱ家帰ってやっぱ親がやってくれてること考えたら、うん、まあね、まあ、こんなの普通なのかなって思ったけど、一人暮らしし始めたら、うん、あれなんかもしかしてこれ生乾きみたいな、うん、もう一回洗わなきゃかな、うん、みたいなこととかも僕もあったりして、うん、結構なんかそういうやっぱりこう生活の基礎的なところってやっぱ本当親の偉大さをね、うん、感じてしまうよねっていうのを思いますね。あとはアイロンとかもそうじゃないですか。アイロンとかもしないっすね、うん、なんかバイト僕ワイシャツ着るんですよ、うん、だから結構そのアイロン当てなきゃいけないんですけど、うん、あれがめっちゃめんどくさいなって思うしなんか自分でやっててもそんなうまく当たんないんですよね。なるほどね、はい、僕はねその僕もね塾でバイトしたことありますから、うん、一人暮らししながらやりましたけど、もうクリーニング出してましたね。ああ、そうなんですね。はい。もう一回勤務することに200円分ぐらいが飛んでいくわけですけど。うん、あとは、その、シワでも目立たないような服を。ああ、最近はそうしてますね。っていうのを、まあもう徹底してましたね、うん。うん、それぐらいかな。でもやっぱり一人暮らしだとそういう生活面っていうところがまあ大きいのと、うん、そうですね。でもどうなんだろうなと思いますけどね。その、選べない人が多いと思うんですよ。うん、実家でもいいし、一人暮らしでもいいしっていうふうに選べる人は多分恵まれてて、うん、多くの人はもうね立地的に仕方ないから、まあ、一人暮らししなければいけないとか、うん、まあまあそこそこ通えるんだから実家で行きなさいよっていう風に言われたりすると思うんですけど、やっぱりどっちもねどっちなんですけど、やっぱ個人的には、うん、まあ実家強いなとは思ってますそうですか、うん、やっぱ社会人になって実家はちょっとまずいだろうって思うんだけども、うんうん、やっぱ学生時代は実家に住めると安定してるなっていう人がイメージが多いね。なるほど、僕のイメージですけど、ここからは完全にイメージですよ、はい、やっぱり一人暮らしの人の方があのね、うーん、気楽というか、うん、なんかもうあの遊んでるイメージが友達と朝まで飲んじゃいましたとか、うん、そういうイメージはありますね、うんうん、実家の人の方がなんか、まあ、まあ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 別にちょっとちゃんとやるんでみたいな、あ、まあ、確かに、うん、まあ、なんだかそういうイメージは確かにありますね。まあ、もちろんその、はい、あんまりこう親御さんが関心がないお家とかもありますから、うん、まあ、一概に言えないんだけども、うん、まあ、でもそれぞれやっぱりその自分で、ね、与えられた環境なんでうまく生かしていってほしいなと思うんですけど、うん、ただ一番やっぱりね、あの個人的に感じるのは、うん、あの一人暮らしの人ってやっぱりこういろいろ整ってないことが多い。うんうん、例えばパソコンがどうとか、プリンター家にないんですとか、ないでしょ、まあ、そう、しょうがないんですよ。しょうがないんだけど、やっぱりそういうところで、例えば何か自分で、やってみようという時に結構大変だったりするので、そこはちょっとあの早めに気をつけた方がいいと思うし、例えばアルバイトとかしてるんだったらお金貯めて自分が必要なものとか買った方が良くて、うん、だから僕が今までで一番驚いたのは、就活始めたんですけどパソコンないですみたいな。あ、なるほど。いや、でもいない、そういう人。
まあ、最近はだいぶ減ったんじゃないかなって思いますね。そう、僕のね、ちょっと数年前だけど相談してくれた人で、パソコンがないっていう子がいて、どうやって就活するんだろうみたいな、エントリーシート頑張ってスマホで打ってますみたいな、打ってんの今のかみたいな、わかんないんだけど、やっぱそういうことになってくると困るから、まあまあそうですね。だからしっかりとその設備整えるとかっていうことも必要な分、やっぱお金とかもかかってくると思うので、まあ財布と相談しながら進めてもらえればなと思います。はい。はい、で、最後にちょっと聞いてみたいんだけども、やっぱり気になるのは生活費だよね。あ、はいはい、まあ多分あんまり厳密に計算しないと思うんだけど、はい、ざっくり月どんぐらい使ってますかっていうことを聞いてみたいんですけど、はい、イメージでいいんで、はいはいはい、どうですかお二人。それはどこまで入れるんですか。だから、まあ、伊藤君の場合一人暮らしだから、はい、家賃とあとまあ光熱費は除こうか。じゃあ家賃と光熱費両方除くってことですか。そう、両方除いて、だいわゆる生活費、食費とか、うん、はい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 、その辺ってなると7万8万ぐらいですか。おお、結構使ってるね。そうですね、やっぱり食費が大きい。大きいですね。なるほどね。やっぱ大学生だから服とかも買ったりする。そうですね、服とか。じゃあ食費、服買って食、うん、まあ友達とご飯行ったりとか、まあ、あとは遊んだりとか、うん、まあそうですね、うん、春田君は。僕も実はそんな変わらないですね。そんな変わらない。7万、8万くらいは使ってます、ね。結構使ってる、はい。結構外食多いやつ。そうなんですよね。家に、実家暮らしなんですけど、まあ、結構外で食べることが多かったりするので。まあ、はい、家遠いからね、朝早く出なきゃいけなかったり、ね、帰ろうとしたら、はい、遅くなっちゃうとか、ね、ありますね。はい。そうすると、例えば家が近ければね、じゃあ例えば今8時です、お家に帰りますだったら、うん、まあじゃあ家で食べればいいかっても、うんうん、だいぶ遠いとね、今から帰ったらちょっと日付超えるか、そんぐらいになっちゃいますってなったら、なかなかね、うん、家で食べられなかったりするかもしれないなと思いましたけど、はい、まあ僕もそんぐらいでしたかね。あ、本当ですか。僕はね6万円ぐらいで抑えるようにしてましたけど、まあざっくりそんぐらいかな。でもやっぱり一人暮らしだとそこにね家賃と光熱費が乗っかってきますから、そうそうですね、まあどんな家に住むかはその人次第ですけども、うん、やっぱりかかってきてしまいますから、うん、やっぱり都内とか、まあ、神奈川、千葉、埼玉ぐらいで、うん、まあまあね、家賃も高めなとことかだったりすると、うん、まあそうですね、5、6万、7万ぐらいはね、うん、かかってきますし、かかりますね、光熱費もまあ1万円ぐらいかかってくると思うので、うん、やっぱり負担にはなるかなというふうには思いますので、まね、まあ、よく考えて、ね、生活考えてみてください。はい、はい、というわけでですね、今回は、まあ、実家と一人暮らしですね、うん、それぞれのメリット、デメリットを語らせていただきました。まあ皆さんもね、ちょっと一人暮らししようかなとか、実家からやっぱ通うのが楽かなとか悩んでる方たまにいると思うので、うん、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。